2回目の開催となるダーク代表交流戦、ロンシャンのタフな馬場を制して実力を証明するのはどの馬娘か。3番人気には中山フェスタ、2番人気を紹介しましょう、ゴールドシップ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗ダービー馬娘、エルコンドルパサー1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは12番エルコンドルパサー、10番。さあ花に立ったのは12番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー。注目の日本勢です。前を狙えるいい位置につけていますね。少し離れてシリウスシンボリ、日本の期待を背負った一人です。ライバルたちの出方を伺っているようですね。外を回ります。10番、内から内からゴールドシップ、日本のファンの声援は届いているでしょうか。レース運びに注目です。そして外目を突き出しては中山フェスタ、それを見るように7番、内で3番、マンハッタンカフェ並びかけてきた。持ち味の鋭い差し足は炸裂するのか、終盤に期待しましょう。12番、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。12番、彼女の客室には合っていますね。12番、快調に飛ばしていきます。きつい傾斜の坂を下りながら第3コーナーカーブを曲がっていきます。順位を振り返っていきます。依然として12番、続いてエルコンドルパサー、2馬身差10番、少し離れてシリウスシンボリ、1馬身差中山フェスタ、1馬身離れて7番、後ろ3番、その後ろからゴールドシップ。鋭い末脚を持つ日本の馬娘です。後方で様子を伺っていますね。残り 1000m を通過、まもなく第4コーナーカーブ、気持ちよく逃げている。12番エルコンドルパサー前を狙っているぞ。現在1番手は12番。レースはすでに後半戦、これから偽りの直線コルスストレートにかかります。まだ先頭は動かない、これは直線勝負になるか。エルコンドルパサーここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはここからだ。最終直線、先陣を切ったのはエルコンドルパサー。エルコンドルパサー強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り400、エルコンドルパサー先頭はエルコンドルパサー、これは強い。残り200、ラテンペスター、追いつかれるエルコンドルパサー、リードは7マシン、足色は超えない。エルコンドルパサー強いとしか言えない走り、次のレースが今から楽しみです。勝ったのはエルコンドルパサー。トリッキーなロンシャンのコースを攻略し、その実力を証明しました。2着は中山フェスタ、3着は12番